も強です。よろしくお願いします。今回は月球族、A クラニーかけ、口の中に、単体でもできるようですが、今回はシンデレラメインでの、攻略動画です。まずギミックはアンチダメージボールに、地雷、突如黒ボコで敵味方ともに、フォーメダウン。この味方もダウンに注意です。ただ、フォーメダウンさえしてしまえば、ボスの盾も簡単に解けます。しかし敵の攻撃はどこも、ボスも高いので、タイミングを間違えるとこちらが、避けます。そして黒箱の玉よりは、メモモリとほぼ同じ仕様で、地雷でワンパン。ただ、地雷なしでも一応倒せます。ここだけは大きな違いですね。そしてボスの攻撃で怖いのが、右下数字での範囲攻撃。読みが使うあれですね。危険です。大体配置の対角線に、使っているので、配置に注意です。玉ネギを倒せる配置でも、危ない時はあえて倒さず、攻撃を避ける立ち回りをすることで、安定すると思います。アリスなどで状態回復するのも、ありです。反射多めの先生なら、防御ダウン時に、一本とボスの間にはまれるので、ここで大ダメージ狙いも可能。当然、その高攻撃くらいますので、体力ゲージとご相談で。では今回おすすめするシンデレラさん。ご存知の通り、反射変化 SS です。倍率がクソ高いので、プラズマ引っ張りもよし、一本にはめるもよし、さらに影感でもよし、いろいろその写真に合わせて、行動に選択肢を増やせるので、いいですよ。友情も普通に強いですし、関心なので、玉ねぎ処理やハート回収も、思いのまま。同じくらい便利なのが割と技術。オプションで負けそうな時に遅延で、逃げれます。気持ちに合わせてどうぞ。では説明は、こんなとこですので、あとはラストの方でまた。ではラスゲスタート。ここからはリーフを点に SS を使用。まずは玉ねぎと周りのボスを上半分にいればボスの攻撃は避けれます。ここはとりあえず踊り狂いまして、あとの配置で決めましょう。踊り踊り古い体が狙えない。防御ダウンで頭にいるのでカチカチです。あとは SS でカンカンするだけの簡単なお仕事です。行きましょう。では今回の動画はこれにて終了。このようにシンデレラさん、貫通の便利さと SS の強化力を持ち合わせていますので、運枠の数に合わせ編成するのはいかがでしょうか。では皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また他の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。またね。